はい、今日はですね APA 予測的姿勢制御についてやっていきたいと思いますがまあ見ての通りですね今日は予測的姿勢制御っていうのは何なのかっていうのをイメージを捉えやすくするために、えー、やっていきたいと思います、まあ、APA とか予測的姿勢制御とか言われてもこの用語がまずちょっとややこしいじゃないですか用語がややこしいしなんか英語だし漢字だらけだしなんかイメージつきにくい僕もそうだったんですけど僕も1年目の時に とか2年目ぐらいやったかなこれ APA って初めて聞いたと思うんですよ。でその時になんかまあ APA ってな,なんかかっこよさげなでしかも予測的姿勢制御っていう感じ教えられてなんかいまいちよく分かんなかったんですよね。なんかまあ言わんとしてることは分かるけど何か動作の前に予測して姿勢制御することなのかなっていうぐらいは分かるけどそれがじゃあ実際 何なのかそれを知ったからといって臨床的にどうなんのかっていうことが全然イメージつかなくてで今日は僕的にイメージがつきやすいようにちょっとイラストをちょっと描いてみたんですけど下手くそですけど、まあ、それを元に APA を僕なりにですけど説明させていただこうかと思います。まあ、詳しく知りたい方はやっぱり書籍とかね見ていただければいいと思うんですが、まあ、僕のところではイメージをまず 付きやすくなればいいかなっていうところでイラストとかを用いてやっていきたいと思います。でまず、えー、大前提としてやっぱりこれはあのー、動作の前に働く機能なんですよね。で一つやっぱりこれを考えていく上でえっ、ー、と重要なことというか何を考えればいい,いいかって思った時にですねなぜ人は倒れないのか ななぜ人は倒れないのかやっぱり当たり前を疑うっていうところから始めると結構知識って入ってくると思うんですけど人が倒れないのって結構当たり前みたいな感じになってるじゃないですか。ね、あの日常的にこう例えば通勤してて電車に乗る時に人がバタン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 倒れながら通勤していくみたいなんじゃねもう大変じゃないですか。人はそ,そう簡単には もちろん中には転倒されてしまう方いますけど基本的にそう簡単には倒れないようになってますよね。大変ですよね。こうねどん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 倒れていっちゃうような感じだとね。で人はまあこれだけ地球上に多く繁栄している中で自分たちの移動様式としては直立二足方向を採用しているわけですよね。で2本の足で立っているっていうのは基本的には。 動物の中ででで、は人だけですよねで、えー。こういったすごく不安定なですよねこう足の裏しか地面についてなくてそれでいろいろやるわけですから結構基本的に不安定だし構造的にもやっぱりこう倒れちゃいそうな感じしますよね。あの四つ足動物の猫とか犬とかに比べると明らかにバランス悪そうじゃないですか人って。でもそう簡単には倒れない。 ののは何故なのかっていう疑問からそこにはこの APA が結構やっぱ関わってるよねっていうところにつなげられるといいと思うんですよ。でまあもちろん APA だけではないんですが、まあ、なぜ人は倒れないのか例えばここに3時いますけど、ね、3時に見ようと思えば3時に見えます。ねこれまあ普通に立っている状態だと。して、まあ、普通に立っている状態だと、まあ、重心は動きませんからまあ ちょ,ちょっとは動いてますけどね、基本的にはね。で、まあ、普通に立っている状態だと。で、こう、蹴るじゃないですか、3時って。で、蹴る。まあ、要は、足が前に上がって蹴るってなると、重さ、こ、こっちに行きますよね。重さが、足の重さの分、これ2本で立ってバランスを取ってたのが、重りがこっちに行くわけじゃないですか。足1本分って結構でかいですよね。で、重さがこっちに行けば、これ、 何にもしなければただの物体だとしたらこの3次がただの物体だとしたら足が前に行けば前に倒れますよね前に倒れるじゃないですか,だか前の方が重くなるから何だろうなんか何でもそうですけど物体だとこうなんか前が重くなれば倒れますよねな,なんかいいのないですけど、うん、前が重くなれば倒れるそれはもう物理的に当たり前のことですよねでじゃあこれ サンジは蹴るたびに倒れてるかっていうとそういうわけではないじゃないですかじゃあ倒れないために意識を何かしてるかっていうとそういうわけでもないですよね僕らでもキックできますよねサッカーボール蹴ってって言って蹴って転んじゃう人いないじゃないですかそんなに蹴ることはできるし例えば足を立った状態で前に上げてくださいこれ大体できますよね これんでできるのか。これが働いてるからですよね。予測的姿勢制御があるからなんですよ。で、あの有名な実験で言うと上司の活動に先行する腹横筋の活動とかっていうのがありますよね。要は手を前に持ち上げた時前に倒れないのはなぜかというとその手を前に上げる0.1秒前とかに腹横筋が働いているわけですよね。 で腹筋の筋活動があってから三角筋が働くというところで上肢の活動が担保されるバランスを腹筋が取ってくれるといわゆる「模様体脊髄炉」とか「復活されて」とかって言いますけど要は足がこう動く前に体がバランスを調整してくれてる無意識にこれが APA ってことなんですよねもう基本これ が一番僕ととしてかかりやすいかなと思いますこうね立ってる人形がいて前にピッて手を出したら普通重さがここに行くんで倒れますよ前にねでも倒れないのは腹横筋がピッて働いてこの手を上げる0.1秒前に腹横筋がバンと働いてちょっと重心を後ろにしとくとか前にしとくとか調整が入るわけです勝手にこれ僕らは意識できないんですよね 無意識化で起こる調整、これが APA なわけですよね。これすごいシステムが人には備わっているんですよね。で、これがまああるからバランスが取れる姿勢制御が行えるっていうことなんですけど、まあ基本的にここに関与してくるのはいわゆるコアスタビリティとかモえてセキゼね、あの動作に先行して無意識化で体幹がパンと働くとか。 腹横筋の活動があるとかいろいろ言われてますけどそういったところが、まあ、それは詳しくはねまた別の動画でやっていきたいと思うんですけどそういう活動があるから人はバランスを崩さないで立っていられるというわけなんですよなので例えばあのよく検査でもあるじゃないですかバランスの検査で床のものを通ってください床のなんかペンを拾ってくださいとか靴を拾ってくださいみたいな検査ってあるじゃないですかその時に 姿勢が崩れちゃってののは何でなのか筋力だけではないですよねそうなってくると可動域はあるのに筋力はあるのにできないこういった姿勢制御に何か問題があるのかもしれない、まあ、そういったところにまで関わっていけるということになってきますのでこの APA は基本的にこの動作の前に働くものっていうふうに考えておくと動作を見る上で非常に役に立つと思いますというわけで えー、以上になります僕の動画でですね臨床の話とか文献の話やってますのでよろしければあチャンネル登録お願いしますあの APA についても今日はねなんとなく概念的なあ話でしたけどもっとこう深い話もやっていきたいと思いますのでよかったらチャンネル登録お願いしますで、最後まで聞いてありがとうございました失礼します